先ほどの7レースあたりからホーム追い風へと風向き変化しておりまして、強さは強弱があります。1メートルから5メートルの間で流れている状況です。開催の2日目です。迎えるカード第8レース女子の予選競争です。1号艇には渡辺真奈美、2号艇には雲野ゆかり、3号艇には喜井司、4号艇西舘美里、5号艇土屋蘭、6号艇孫崎桃代、以上6選手の対戦です。6選手バック側です。今回も目立ったコース争い動きはありません。1、2、3、4、5、6定番順に並んでいきます。初日は4着、3着、中間着ではありましたが、3走目で巡ってきた白の勝負服です。人気の中心です。1号艇の渡辺真奈美。2コース逆転対抗格、昨日のボートボーイ選抜2着連帯でした。2号艇の雲野です。3コース3番人気、3号艇地元のキーシリーズ初戦はインから勝利しています。4コース、5コース、両名、今日前半カード2着連帯でした。角の4コースが4号艇の西舘。5コース、5号艇、地元の土屋。サイアウト6コース、昨日の1回走り3コースからまくって白星、6号艇の孫崎で。スロー3艇、ダッシュ3艇の枠なりとなりました。第8レースは女子の予選競争です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートからスロー3艇、コースアウト1号艇、2号艇、3号艇、6コースから6号艇の孫崎、カードから4号艇の西舘、一路一枠逃げる。1号艇の渡辺、仕掛けていったのは3号艇のキーは膨らんだ。切り込んでくるは2号艇雲野と4号艇の西舘、バックへと入りました。帰ってきました先頭、1号艇の渡辺真奈美。2番手もう少しは2号艇雲野、3番手2番手しかない4号艇の西舘、その後方6号艇3号艇5号艇一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇の渡辺、2番手は2号艇の雲野、くるっと4号艇の西舘、後方から攻めていった3号艇キー、打ち運んで6号艇の孫崎ホームに移る。注目は3番手6号艇4号艇3号艇、うち6号艇の孫崎、アドゴス3号艇、真ん中の手踏ん張って4号艇の西舘、レースは2周目と移りました。激戦モードは3番手コーナー飛び込んで6号艇の孫崎、真ん中から4号艇の西舘を待って刺す、懐ヒーローと3号艇キーはどうだ、入りません。3番手かわして4号艇の西舘美里、頂点球は1、2、4、4番手が3号艇のキー、5番手6号艇の孫崎で最高峰5号艇の土屋蘭、レースは2周目枠の旋回と向かっていきます。先頭で折り返す1号艇の渡辺、2番手が2号艇の雲野、3番手くるっと4号艇の西舘、頂点球は1、2、4で、レースはこれから3周目と移っていきます。このレースインからほぼ一定身のタイミングしっかりと押し切りました。1号艇の渡辺真奈美、3周1番から向こう正面です。2コースからの差しもうちょっとでした。2号艇雲野は2番手で、3番手かわして4号艇の西舘、上田圭をついて1、2、4、2連単123.7倍、3連単124は 19.1 倍、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。シリーズの初勝利先頭1号艇の渡辺、2番手は2号艇雲野、3番手のホームに移ってくる4号艇の西舘で、頂点球は1、2、4で、まもなくゴールインとなります。先頭1番渡辺ゴールイン、2着2番の雲野、3着4番西舘ゴールイン、3番キー6番の孫崎、ラストは5番の土屋がゴールイン。以上、小島第8レースでした。